い、皆さんこんにちは。朝バー亀仙流チャンネルの朝バーです。今回はですね、こちら中部国際空港セントレアに来ています。ミニッツカップ2023ファイナルチャンピオンシップの会場ですね。1年間こうミニッツカップで9会場でこう地区大会を開催して、そこで代表権を獲得した選手たちが集まって日本一をかける戦いをしています。昨日初日が行われて、予選1回目2回目そしてエボノービスクラス の決勝レースが開催されて、今日が2日目となっています。昨日予選を走ったファイナリストの方々がですね、調子の良かった人はその調子を維持し、なかなか調子が上がらなかった人はかなりセッティングなども変えているという話を聞いていますので、今日2日目どういう結果になるのか、1日選手の方々を追っていきたいと思います。一応クラスの方がナロー、ワイド、オープン、AWD とありますので、各クラス密着していこうと思いますのでよろしくお願いします。はい、それでは、ミニッツカップの会場の方をちょっと見ていきたいと思います。今回は、中部国際空港セントレアのこう空港のところからちょっと離れたこう渡り廊下で渡ったところの、こう会議室のホールのようなところを使っています。はい、そしてここですね、あちら人が今すごく集まっているところが、レース今行われているところで、その横のフリースペースのところで、いろいろとブースなどがあります。まずそちらの方はですね、慶応さんと双葉さんの方が、参加選手の、サポートに来ています。僕も過去に、いろいろと、相談に乗っていただいたことがあったりとか、先ほどちょっと僕も双葉さんの方に、4PM と、10PX ですかね、あと 7PX とかそこら辺の、ものをいろいろと、エボ2と新しい受信機の方が互換性あるのかどうかいろいろちょっと確認の方とかさせていただいて、担当者の方がいるので、この機会にいろいろと、お話を聞くことができるので、参加選手なんかはぜひ相談に乗ってもらいたいななんていうふうに思っています。そしてここの中ではですね、 AWD のドリフト体験なんかも、しているようです。初日の方では割と、ミニッツカップの参加選手が、体験をされていました。でやりたいって来たんだけど結構時間が終わっちゃったなんていうこともあったので、こちらの方すごく、ミニッツ AWD、いい車なので、やっぱり AWD が割とミニッツの中でも非常に人気のある車なので、こういうのが体験できるブースというのはすごくいいんじゃないかと思います。ちょうど今スタッフの方が、ドリフトを始めてくれました。ヤリスですね、最近発売されたヤリス、ドリフトで走っているのを見るのは僕としては初めてなんですけども、はい、すごくうまく走っています。いいな、僕もやりたいなすごいですね。下はパンチカーペットになっているので、こう家でもやろうと思えばできると思うので、このヤリス AWD の気になっている方は、最初から AWD はドリフトタイヤが確かついていたと思いますので、箱出しで楽しめるんじゃないかなというふうに思います。そしてこちらの方ですね、協商製品が多数並んでいます。もう本当協商っていろんなものが売っていて、ヨットがいきなりあるんですよね。これロングセラーで多分昔からあるんじゃないかと思うんですけども、これはなんかこうどこでこう遊ぶのかななんていうのすごく思うんですけども、大きいものから、ちょっと小さいものから、ジェットスキーとかサーフィンとかあって、これサーフィンは確か後ろの方にこうプロペラがついていて、こうその一応自分で動くような形になるんですけど、見ていると本当にサーフィンに乗っているような、そういうふうになっていたりとか、最近発売されたタコマですよね、ホビーショーで紹介されていたものとか、こちらの方を、買ったという方も結構いらっしゃいます。はい、はい、そうしましたらですね、ギャラリーの方でですね、北海道を、すごく盛り上げていただいている方いらっしゃいましたので、ちょっとご挨拶させていただきたいと思います。お久しぶりです。どうもこんにちは、久しぶりですね。本当、はい、僕も1回だけ多分改装前ですよね、プロ模型さんの方に行かせていただいたことがもう10年以上前にあって、はい、今どうですか、盛り上がってますか。ですね、盛り上がっているという言い方をすると盛り上がっているんですけど、札幌の走れる環境がどんどん減ってまして、
まあ、お客様が結局走るところを探しにプロに来てくれてるっていうのが現状でしょうかね。だからあのタムタム様があるので、まあ、例えばあちらで買ったり通販でキットを買ってさあプロポとかね、あパーツがってなったらプロを見てくれて来てくれてるっていう、そこから定着してくれてる方が今増えてはいます。だからうちだけで見たら盛り上がってるんですけど、全市で見ると大したことないかなっていう。いやでもその盛り上がってるところが一箇所でもあると、まあ、そこからこう僕から見るとやっぱり北海道ってすごくミニッツ、まあ、広いんであれなんですけども、北海道はミニッツがすごい熱い方が多いっていうイメージすごく見てるので、もうこ の, あのユニフォームですか、さっきあの山本浩二さんにもちょっと見させてもらって30着ぐらい作られたってことなんですけども、かっこいいですね。めっちゃ高かったんですよ、はい、まあ、でもねそういうのが私からやろうじゃなくてお客さんから必ずこう湧いて出てくるっていうところが、まあ盛り上がってるって言えばそうなのかもしれませんし、あともうねあの営業時間もねもう年なんです。だから11時までやってたんですけど、今10時にあのちょっと変更してもらったりしてるんですが、何人かですけど、鍵をねちゃんと管理してる人がサーキットにはいまして開ける時もそうなんですけど、そういう風にして私のやっぱりこうなんていうか少し減らしてくれてる負担を、だからもう私は部屋にいて、まあ、同じ建物なので、店長パーツって LINE が来るとのこのこと出かけていくようなのが今のことですね、はい、だからまあ、出張で札幌に来られた方はぜひって何人もね結構いらっしゃってるんですよ。だからよかったらあの覗いてみてください、はい、結構あのこっちのスーパーラジコン秋葉原店の知り合いとかに聞くと、あの今こっちでいるけどももともとは北海道出身だったっていう人も結構いて、はい、こう里帰りのついでにプロ模型に行ったっていう方も結構いらっしゃるので、はいはいはい、もうあの北海道って言えばもうプロ模型っていう、もうイメージ僕の中にもありますので、まあまあ、なくなっちゃったのでね、そういう感じにはなったんですね、はい、まあ、大変だと思うんですけども、この後もぜひ続けていただいて、そろそろ引退は考えております。はい、よろしくお願いいたしますはい、というわけで、札幌を本当にミニッツを盛り上げていただいているプロ模型の店長さんでした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。お世話になります。ぜひ来てください。はい、そうしましたらですね、今回 AWD クラスで参加している、ウエストミニッツリンクの店長の畑山店長いらっしゃいましたのでお話を伺いたいと思います。お疲れ様です。こんにちは、はい、あの山形大会でもお世話になりました、うん、とんでもないです。楽しかったです、うん、あの時もちょっとよろしいですかね、このもう AWD クラスでなかなか使ってる人がいない NSX のボディで見事代表権を獲得されたということで、あの畑山店長が走ってるとすごいいいんじゃないかこのボディと思われるんですが、全然よくないというか難しいボディですよね。そうでもないんですけどね、まあ、でも今日の結果的には良くなさそうですね今日も苦しんでますんで。周りが早すぎますよね。そうですね、皆さんお上手ですもんね、まあ、もうちょっと仕上げて本当飽きませんでしたね、うん、そして確か山形の時はまだ移転前だったですよね。あ、そうかそうかですね、そうですね、去年の 8月に移転してもう半年ってとこなんで、もう落ち着いたとこですよ、はい、結構あのカズモンチャンネルとかが来たりとか、うん、結構メディアとか YouTube とかにも出て、あのかなり浸透してきたと思うんですけども、どうですか。そうですね、結構もう認知度も上がってるみたいなんで、ご新規のお客さんとか、まあ、もちろん常連さんもですし、でうちの、3階のコースの店の上にそのビルのオーナーさんがやってる4階に10分の1のコースもあるんです。なんでそれで相乗効果でお客さん増えてる感じはありますね。でその新しいお客さんも来つつ、まあ、昨日のエボノービスとかあと今日の結果からも結構ウエストミニッツリンクで練習されている方々は結構成績も上位になっている方が多いんですけども、やっぱそのあたりもなんかすごいですね。まあ、あのすごいというか、とにかくレースばっかりも週4日レースやってるんで、4日レースやってたらみんな馬になるよねみたいな感じですね。で楽しく上手になっていけるんで、こうやって結果が出てくださると皆さん喜んでくれるかなと思いますね。やっぱりもう関東も割とミニッツ盛んなんですけども、まあ、京都の方でも、まあ、関西、すごくミニッツを盛り上げているお店だと思うので、まあ、ウエストミニッツリンク、もちろん初心者も大歓迎ですよね。はい、もちろん むしろ初心者の方を大切にしているサーキットですので、はい、まあ、あの常連になればなるほどこう存在に扱われていくという形になってますので、はい、
まあ、ぜひですね、まあ、関西の方で、まあ、こうミニッツ興味持たれたという方はウエストミニッツリンクの畑山店長がもっと面倒見てくれると思いますので、ぜひぜひネットとか探せばすぐいろいろ情報見つかりますよね。そうですね、まだちょっと前の店舗の情報とかもあったりするんですけど、 Google マップのウエストミニッツリンクは最新の情報になってるんで、そちらで探してきていただいたらもうバッチリサポートフォローしますんで、ご安心してお越しください。ぜひ、僕はやっぱり京都なかなか行けないんであれなんですけども、ウエストミニッツリンク新しい店舗ぜひ行きたいと思ってますので、まあ、こちら見た方で関西の方ぜひウエストミニッツリンクでミニッツ遊びに来てください。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。お待ちしてます。はい、そしたら会場を歩いていたらですね、YouTube チャンネルの勝子の部屋で最近ライブ配信をすごく頑張っている NSB19 代表の中村克也さんいらっしゃいましたので、ちょっとご挨拶したいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。中村です。はい、よろしくお願いします。最近すごく YouTube 頑張ってらっしゃいますよね。そう、あっちょっと僕のただの暇つぶしなんですけどなんか自分でやってて面白いなと思う。はい、見ながらにして、はい、結構ミニッツやってる方って、はい、ミニッツの話したくてしょうがない人がすごくいっぱいいる中で、はい、そういう場を提供されてるので、なんか毎回100人近い方が見てくださってるようなので、そうですね、はい、うん、すごく僕も参加してたまにコメントさせていただいて、はい、ありがとうございます、はい、すごく頑張ってるチャンネルですので、はい、本当に結構、まあ、僕のチャンネルは割と初心者の方向けの内容なんですけども、勝子の部屋の方はもう一段落上の、どっちかというとレースの、そうですね、若干ちょっとコアな、レースをより楽しめるようなそういうチャンネルになっているので、まあ、知らない人なかなかいないと思うんですけども、もし知らない方がいたらですね、いやいや結構定期的にやってますので、ありがとうございます。ぜひ勝子の部屋の方を見ていただいて、はい、ぜひチャンネル登録の方もまず1000人目指していただきたいと思ってますので、ね、はい、よろしくお願いします。はい、今回ミニスカップどうですか、こう見ていて。いや、もうなんか見てるとみんな上手ですよね。そう思わないですか。うん、上手すぎねえ、なんか人が走ってるの見たらあんな上手に走れんのかなと思うぐらいすごい上手に見えます、うん、はい、昨日のエボノービスを見ててもすごいな。そうですよね、ノービスの走りじゃなくてでも上位陣がウエストの方々で、そうですね、こう、独占してたので、やっぱりこう勝子の部屋でみんな勉強されてたんじゃないかなみたいな。いやいや、ウエストはミニノービスのレースを毎週やってるんで、多分あいつらもただただレースをいっぱいやってるっていう経験数やと思います、はい、本当にミニッツを楽しんでるってことですよね。そうですね、はい、という感じで、まあ、初心者からエキスパートまで楽しめる YouTube チャンネル僕ら頑張ってますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、勝子の部屋の中村克也さんでした、はい、ありがとうございます。よっしゃ、出た、出た、よかった。エジソン・ウォンさん、どこの代表になるんですか。はい、香港のエジソン・ウォンさんから、こちら日本では売ってないそうなんですけども、看板現象すごい普通のものをいただいてしまいました。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。いや、すごい、これびっくりしました。日本では売ってたら本当に欲しい人いると思うので、今度これはちょっと紹介したいと思います。レースも参加ですか。いや、それとですね、今回はレースの他にですね、ネオ、外側の入り口がネオ、展示、ナロ、ナロ、いや、ナノ、展示コーナー、あ、そういうマイカー、GTR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 、The Blue GTR、ああ、GTR、ナロークラス、ナロークラスに参加するそうですので、皆さん応援したいと思います。頑張ってください。はい、頑張って、ゆく、頑張って。頑張って。すごい。はい、なんかここで、まったりとしている藤井パパさんとコンタロさんがいらっしゃいましたので、ちょっとお話聞きたいと思います。徳山チームのコンタロさん、お疲れ様です。お疲れ様です。いやいや、違いますよ。朝、なんだっけ、いつ引っ越すするんだっけ。ゴールデンウィークぐらいまでには、引っ越す。すいません、もう、いやいや、まだまだ亀仙流に片足ありますよ。片足、両足
今度まあ、わささんにもやらせようと思ってるんですけども、僕のピットマットあるじゃないですか、はいはい、あれをお立ち台のいいところに置いといて決勝レース順番で選べるときにそこを踏むかどうかのちょっとテストさせてもらいますので、踏み絵って言うんですけども、はい、よろしくお願いします。はい、わかる。あ、え、いや、意外と簡単って言ってました、ね、いやいや、そんなのね、普通に言って言ってね、スーラジの一番には置かないでくださいね。 あそこ私のところだから。一番のところに僕のピットマットを置いて一番を選ぶか、はい、僕を踏むのか、ね、ちゃんと靴を脱いで、はい、でそのうち鼻にタイヤを、ね、入れて多分お立ちで上がってると思いますよ間違いなく今後とも末永くうちのポンタロさんをよろしくお願いします。いや、とんでもございません。もう、はい、もう親戚みたいなもんなんで今日これです。今日ゾンさんも見せます。ゾンさんにお見せしますご本人登場という仲良しのお二人でした、はい、今日楽しんでください、はい、ありがとうございます。楽しみます。はい、それでは予選全部終わって先ほど素晴らしい走りを見せてくれた内田店長がいらっしゃいましたのでお話を伺いたいと思います。どうもお疲れ様でした。お疲れ様です。途中までは本当にキレッキレの素晴らしい走りでした。そうですね、やっと路面が合ってきたなと思ったんですけど1コーナーでねギャップにちょっとやられちゃいましたね。まさかそれまで飛ぶ気配全くなかったんでちょっと油断しちゃったかなっていうのもありますね。いや、でも僕も博多で全く同じシチュエーションで、はい、僕も全然飛ぶ気配なかったのに、なんか突然飛んじゃったってことがあったので気持ちはすごくよく分かってあれも多分油断じゃないんですよね。そうなんですよね、うん、たまたま通ったラインがちょっとタイヤ引っかかったか何かだと思うんですけど、他の選手ね結構ハイサイドしてますけど僕のは他の場所では全くハイサイドする気配ないのでちょっと安心しちゃってましたね。まあ、でも理由はちょっとその人別かもしれないですけども結構そのあそこの場所で飛んでる選手特にオープンクラスの方に特に多く見られているの そうですね、やっぱり速度域が速いんで早く突っ込んじゃうとどうしてもギャップで引っかかってバンっていくでしょうね。まあ、でもマシンはもうバッチリできてるみたいなので、まあ、B メインとはいえ、まあ、勝ち上がって7番手で残れば何があるか分かんないですからね。そうですね、前もB で勝ち上がって、まあ、走ってる回数が多いんでいきなりパッと上がった時もあったんでですね、それもちょっと狙ってなるべくちょっとミスらないように後ろがうちの翔くんなんでもう2人で勝ち上がりたいと思います。翔くんも B メインだったんですか。そうなんですよ、ちょっと最後フライングやっちゃってやっぱ緊張してたんでしょうね。はい、ちょっと2人で頑張ります。今回僕見てた中では翔くんはすごくもうトップ4ぐらいの、なんか早いなって思ってる注目選手の一人だったんで B 面に落ちたのチョコがチョキすごいびっくりです。そうですね、もう普段からでもちょっと低グリップが得意な感じなんですね。でやっぱりグリップ上がってくるとしんどいのかなっては言ってたんですけど、でもすごい今うちでも一番勢いのある選手なんで一緒に頑張りたいと思います、はい。まあ、特にその九州方面すごくこの間僕も博多のミーティング行った時に九州地区のミニッツの盛り上がりはすごく感じていて、やっぱりその博多のスーラジさんとやっぱワンズで練習されているっていう方すごく多くて、でその最近のワンズの盛り上がりどうですか。いや、おかげさまでノービスの方も増えてますし、まあ、スーラジさんとお客さんが行き来しながらですね九州をこう盛り上げているような状況なんで、はい。まあ、僕の中で九州はワンズの内田店長と、まあ、スーラジ博多のチャンス君が本当にこうノービスの方々をすごくこう面倒を見てるじゃないですけども盛り上げてくれてると思いますので、もうぜひぜひこれを見てる九州の方、あと九州近辺の方はワンズホビーさんと、スーラジ博多さん、まあ、他にもあるかもしれないですけども素晴らしいお店ありますので、ちょっと興味あるなと思ったらまず訪れてみてください。いろいろ教えてくれると思います、はい、5月にね、ミーティングがありますから、はい、ぜひ皆さんお待ちしております、うん、今年はミーティング九州2回ありますので、はい、九州地区の方本当にミニッツ始めるチャンスですのでぜひぜひ、興味のある方行ってみてください、内田選手この後決勝も頑張ってください、はい、頑張ります、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。今ですね、こう、ちょっと今決勝レースしているところなんですけども、ちょっとギャラリーで休んでる方いらっしゃいましたので、お話聞いてみたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか今日は。先ほどもちょっとお話伺いましたけど、はい、
今日ですか？観戦というよりは、はい、ある意味で YouTube で初めての取材みたいな感じになってると思うんですけども、はい、どうですか？みんな協力してくれて、いいコメントをいただいてます。はい、先ほどはちょっとこう視聴者の方に求められてサインなんかもされていたみたいで、そ、ね、はい、こんな別に大層な人間ではないんですけど、あとこのパーカー着てる人もすごくたくさん、ね、今回ちょっと作ったらみんないっぱい買ってくれて、予想以上にいっぱい買ってくれて、はい、発送するのが大変でした。うちの和佐田の方にも送っていただいたようで、ありがとうございます。和佐田君も買ってくれてね、僕的に和佐田のくせに NSB 行きやがってみたいな。書いてありますよね。まあ、でも本当に盛り上がってますよね。そうですね、もうこう盛り上がってるのがね、やっぱり身につかい一枚と思います、はい。先ほどもまあ、若い人たちも盛り上がりつつ、まあ、結構僕らの先輩になっている近田さんなんかも超楽しんでるようだったので、ね、近田さんはいつも最高ですね。もう近田さんが走ればみんな喜びます、はい。そして、まあ、関西の方ではキングカズが2番手と、ね、カズは、ね、いつもファイナルになったらきっちり合わせてくるんで、もうまあ僕の時もかなり苦しめられたんで、まあ、最終いいとこには来るやろうなとは思ってたんですけど、あそこまで決めるとは思わなかった。ですよ、ね。ちょっと、まあ、上には来ると思ったんですけど、はい、まさかまだトップを狙うような力があるとまでは、ね、まだにあんな力あるんですね。びっくり、僕もびっくりしました。もしこれで優勝、もし優勝したら、はい、あれですよね、多分60代での優勝、60代ですよね。いや、まだちゃう、まだ50ちゃいます。50代ですか？はい、多分ね、まだ分かんないですけど。そこら辺だってさ、近田さんが、近田さんの上だから、60じゃないかみたいなことも言ってたんで、まあ、確認取れてないですけど、ひょっとしたらその要はチャンピオンの最高記録更新かな。50代の若い人たちは結構優勝してるんですけども、まあ、でも予選の走り見ても勝ってもおかしくぐらいのね、おかしくないぐらいの走りしてましたよね。まあ、でも N 村さんから比べたら若手なんですけど、ね、まあ、まあ全然若手、もう N 村さんから比べたら新人みたいなルーキーです。まあ、まあ、にも原田さんっていう方もいらっしゃいますので、はい、はい、まだ、まあ、我々はまだひよこみたいなもん。そう、僕らなんかね、まだまだ。ほんまに、まあ、これから今まだ C メインとかなので、はい、まあ、A メインで、はい、ついにチャンピオン今年決定すると思いますので、はい、うん、楽しみにしたいですね。そうですね、もう今ちょっとポールみんなちょっと若いのに全部今回はね行かれてるんですけど、ちょっとおっさんも頑張ってほしいですよね。頑張ってほしいですね、はい、はいはい。という、中村克也さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは、ファイナル今年ナロークラスに、参加している、渡辺パパ選手です。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。こんにちは、はい、九州ではありがとうございました。いえ、ちょっと悲鳴が上がってましたけど、いろいろありがとうございます。まあ、過去に僕は、2017年の関西大会の時にナロー、今でいうナロー、昔でいう JSCC に渡辺ファミリーの3人と一緒に A メイン走らさせていただいて、はい、まあ、本当に僕の中では本当に伝説のレースみたいな形で、表彰台で大輝くん、光輝くんと僕みたいなのあったレースがあってからのお付き合いだと思うんですけども、今年は親子3人でファイナルに出るということで、今年どうですか？そうですね、子供たちは練習はしてないんですけど、僕は一生懸命やってもあまりいい成績が残らず、子供たちの、まあ、メカニック中心に今回来た感じになってしまいますね。大輝くんが A に残ってたんですよね。すごいですね、はい、6番手ですよね。6番手ですね。予選の時の走りを見てても、なんかあれすごいこう走りしてる人いるな、誰だと思ったら、あ、大輝くんかみたいな感じもあったので、すごいですよね。なんか練習しないのにああいう走りされるとムカつきますね。なんかこうリザルト見てると、今回若手が一気にグッと上に来ちゃったんで、ラジコンもやっぱ若いんじゃなきゃダメなのかとかちょっと思っちゃいますよね。そうですね、なんか流れがそうなってきて、ついにマスターズができてということで、ちょっと僕もそっちに行かなきゃいけないかもしれないですね。まあ、ちょっとレギュレーションまで発表されてないんですけども、まあ、そこも一つ面白いと思うので、まあ、今日が終わったらちょっと考えるということで、はい、まあ、この後また決勝もあるということなので、はい、ぜひ勝ち上がって、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、渡辺ファミリーの渡辺パパでした。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。
はい、それでは、もうちょっとレースは終わってしまったんですけれども、渡辺ファミリーの過去に僕のチャンネルにも出てくれたことのある、こうき君いらっしゃいましたのでお話伺いたいと思います。どうもお疲れ様でした。こんにちは。お疲れ様です。はい、どうまだ覚えてます僕のこと。あ、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。なんとなく。いやもう存在感は大きいです。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。まあ、若い人とはたまに仲良くさせてもらいたいなと思ってるんで、はい、こうやって話してくれてるだけで嬉しいです。はい、こちらこそありがとうございます。久々の、まあ、結構学生生活忙しいと思うんで、はい、なかなかミニッツできてないと思うんですが、はい、たまにミニッツやると楽しいですか。レースは楽しいですね。練習となるとちょっと面白くない。あ、やっぱりそのなんだろう、やっぱレースが楽しいのであって、はい、まあ、練習は別にやりたくないなって感じですよね。やりたくないです、正直言って。正直僕も同じで、はい、あんまりそのミニッツ楽しいからやってるっていうよりは、はい、やっぱりレースがあって、そのレースに向けてやっぱ例えばファイナルに来るにはやっぱりある程度練習しないとやっぱりここまでたどり着けないから、はい、ここに来るまでにこう準備して練習してってやって、まあ、やるのがまあ、義務みたいな感じでやるとか。レースのために練習があるもんですから、まあ、レースのためにみんな練習してっていう感じなんで、うん、でもレースは楽しいですか。まあそうですね、レースは楽しいですけど、まあ思い出ですね。思い出が良かったら、ね、まあちょっと今回は、まあ、僕からしたらやっぱりこうき君が A に残れないっていうのは、はい、まあ、ちょっと不本意な成績なのかなと思いつつも、はい、うん、まあ、でも楽しんでくれたらそれでいいと思うので、まあ、また機会があったら、はい、ぜひ参加してくれたら嬉しいので、はい、よろしくお願いします。はい、次はワイドに出ます。次ワイドで、はい、ワイドは金ちゃんが優勝できなかったから、はい、残ってると思うので、ああ、ぜひ金ちゃんと楽しんでください。来年また頑張ります。頑張ってください。はい、はい、というわけで渡辺ファミリーのこうき君でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、はい、そしたら今さっきこうき君と喋ってたらですね、ピットまでちょっと来て大輝君のところまで連れてきてもらいましたので、ちょっと挨拶だけしたいと思います。大輝君お久しぶりです。お久しぶりです。小学生の頃に関西のミニッツカップでファミリー3人と僕が一緒に出て一緒に3人表彰台登ったのって覚えてますか。覚えてます。覚えてないってさっき言ってた。忘れてます。中学生だったのに覚えてないのか。小学生だった時にね、あの時実は僕も涙流して本気で泣いてたんだけど、一緒に泣いたんだよね。忘れちゃったから。いや、覚えてます。あの昨日のレースの時も、小学校5年生のレン君っていう子がいて、エゴノービスクラスで2位でゴールして泣いてた。やっぱり小学生の時でもやっぱりこう、あの時は何だろう、覚えてるかどうか分かんないけど、嬉し泣きだったのかな、悔し泣きだったのかな。まあ、安心して安心して泣いた。僕も安心して泣いたんだよね。あの今年ちょっと途切れちゃったんだけど、あの時も今年同じで、4つしかなかったのね、代表権が。はい、で今年も取れないやと思ってて参加して、たまたま取れたもんで、すごい緊張のあれが糸が切れて泣いちゃったんだよね。はい、あの時でも40超えてたんだけどね。という感じで、まあ、僕もやってるんで、まあ、なかなかね、あのラジコンやってる暇もないと思うんだけども、たまにこうして出てくれると嬉しいので、はい、今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、大輝くんとこうき君でした。はい、お父さんには後であのお話聞きたいと思います。はい、というわけで全てが終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様です。初のファイナルを選手として参加してどうでしたか。すっごい緊張しました。まあ、洗礼もいっぱい受けたし、いい経験になったかなと思います。うん、でもこの経験をぜひ持ち帰って、やっぱ人って一回経験するとなんかもう次かなりいろいろなことがこう楽になると思って、なんか貫禄とかも出てくると思うので、ぜひまた頑張ってください。頑張ります。その際はご指導お願いします。ぜひぜひいろいろとお願いします。はい、来年もまたオープンみたいな感じですか。オープン頑張る予定でいます。はい、で一応来年のレギュレーションちらっと見た感じだと、ダブルエントリーをすると今年みたいに優先クラスじゃなくて両方にこう代表権が取れた時点でどうするかみたいなことみたいなんですけども、そうするとやっぱりワイドオープンみたいな感じになるんですかね。ワイドオープンですね。はい、ました。まあ、今後も、はい、タムタム仙台もすごい盛り上がってるみたいなので、おかげさまです。はい、ぜひ東北を盛り上げてください。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ロックンでした。お疲れ様です。
はい、というわけで、今日はどうもお疲れ様でした。よいしょ。今シーズンをもってですね、皆勤賞僕引退という形になりましたので、唯一の生き残りということで、軽部さん頑張ってください。いや、もう絶滅危惧種から天然記念物に変わってしまったんで、もう浅場さんの、いなくなった分、もう天然記念物としてなんとか生き残りを頑張ります、はい。一人になったんだから、そろそろ競争が保護してほしいですよ ね、 そうそうね、もうシード権みたいな感じで。そうそうそう、トキとか何でしたっけ、なんとか山猫みたいな感じしてほしいですね。まあでも来年は結構面白いところでマスターズクラスなんかもありますので、うん、まあちょっとしたら曜日によって出るところ決めたりとかあると思うんですけども、来年の軽部さんの動向もちょっと注目したいと思いま す、 そうです、ね。またダブルエントリーで優先クラスというのがなくなって、土日へエントリーして権利取れた時点で終了みたいな感じなんで、2つ選べるようになったっていうのがいいですね。いいですね。で、まあ、2つどっかを選んで、まあ、どっちか引っかかるように頑張りたいと思います、うん。まあ、いつものように一応準備はしておいて、状況によって選ぶということだと思うので。そうですね、もうどこでも行けるようにしておいて、どの曜日も行けるようにしておいて、一番確率が高そうなところにベットするっていう、もうそういう姑息な感じで今年も行きたいと思います。ぜひ来年も頑張ってください。どうもお疲れ様でした。よろしくお願いします。はい、それでは今回ですね、A メインを走っていただいた小見野選手にちょうど今会いましたので、ご挨拶をしたいと思います。どうもお疲れ様でした。なんとか A メインに戻ってこれました。一時はどうなるか分かんないですけど、一応は自分が言ってた目標は達成したということで、ね、もう A メイン入れればもう全然 OK です。はい、いや、もうすごい走りだったので、もうちょっと展開もすごい途中悪い時もあったんで、まあまあその中で頑張れたのかなというふうに思ってます。はい、もう結構楽しめましたよ、やっぱり。まあ、ちょっとね、予選が今回ねいまいち乗れなくてダメかなと思って、ちょっと B メインはもう攻めに行ってみたら、それが当たって結構攻めていけましたね。で、 A メイン もうなかなか走れて、まあ、ただ唯一欠点は走りすぎて走行後リアタイヤの目がなくなってました。なんかね、前に出ないなと思ってて、走行後見たら目がないんですよ、もう。で、そういう車をちょっと、はい、持ってきましたので、はいはい、まあ、この後次また AWD 挑戦するということなので、またちょっと、はい、頑張ってほしいなということで。頑張ります。ちょっと今年1年で勉強して、まあ、人並みぐらいになれたと思うので、はい、来年はちょっと頑張って、ね、次、はい、大保険頑張りたいと思います。お願いします。はい、という、小見野選手でした。今年も来年2024年もお世話になろうと思いますので、よろしくお願いします。はい、母さん、あれば何ですか。でしかも車の方は合いました。かなり合いました。でもですね、かなりやっぱ途中浮いてたので、ああ、ちょっとこう打楽を上げていって、ああ、たいと。はい、というわけでミニツカップ2023ファイナルチャンピオンシップ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、今年はナロークラスどうでしたか。難しかったです。はい、大変でした。ですよね。ここでチャンピオンを取って、はい、もう万全で出たはずなのに、それでも苦労しちゃってましたもんね。あんまやっぱりまだまだ下手くそなので、まあでも自分なりによくやれたかなとは思います。うん、はい。ちょっとなんか忙しくてなかなかお声かけできなかったんですけども、本当普段から仲良くさせてもらってる高山さんなので、はい、長い付き合いになってきたので、はい、まあ、また来年も、ね、地区大会で会った時には仲良くしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。なんか結構今、はい、新しいレギュレーションが出て、はい、まあ、いろいろとちょっと変わったところもあると思って、はい、まあ、僕は一応マスターズクラス関係が一応あるので、はい、まあ、そこもかかってくるんですけども、はい、まあ、高山選手はそこは関係ないので、まあ、既存のクラスの中から選ぶような形になると思いますが、そうですね、まあ、ちょっとどこのクラスでも戦えると思いますので、ぜひぜひまた、はい、新たなスタートという形で、はい、またどこかの会場であった時にはよろしくお願いします。またよろしくお願いします。はい、というわけで、はい、今回は、ファイナルのレースをお届けいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。